トゥルプ博士の解剖学講義は、レンブラント・ファンレインによる1632年の油彩。オランダのデンハーグにあるマウリッツ・ハイソ美術館の所蔵である。描かれているのは、ニコラス・トゥルプ博士が腕の筋肉組織を医学の専門家に説明している場面である。死体はや作り職人、アーリー・スキントのもので、その日の午前、持ち狂気強盗の罪で公主刑になった。 見学者の一部は絵に描いてもらう代金を支払った医者たちである。日付は1632年1月16日にまで遡る。テュルプ博士が死生解剖官を務めていたアムステルダム外科医師会では年に一体処刑された犯罪者の遺体を使った公開解剖が認められていた。17世紀における解剖学講義は社交イベントであった。 実際、解剖劇場と呼ばれる公開専用の講義室が設けられ、学生や同僚の博士、一般市民が入場料を支払って見学した。見学者は、厳粛なる社交イベントにふさわしい服装を着用することが求められた。後ろ側と左の人物像を除いて、これらの見学者が後から絵に描き加えられたと思われる。一人、 講義のための遺体を準備する係員が見当たらない。17世紀、トゥールプ博士のような高い地位にある科学者は、解剖のような癒し口生臭い作業にはかかわらず、他に回されていた。このため、トゥールプ博士の解剖学講義にも、解剖そのものは描かれていない。代わりに、右下の隅に巨大な解剖学の教科書が開いて置かれている。これはおそらく、 1543年にアンドレアスベサリウスが表したファブリカこと人体構造論であろう。医学の専門家は26歳のレンブラントが描いた筋肉や腱の正確さに触れている。レンブラントがこの知識をどこで得たかは分かっておらず、解剖学の教科書から詳細を写し取った可能性がある。しかし2006年、オランダの研究者が男性の遺体を使って 場面を再現したところ、レンブラントが描いた左前腕に実際の遺体と比較して矛盾する点のあることが明らかになった。朝指屈筋が外側上かから起こっている。外側上かは心筋の騎士であり、朝指屈筋は内側上かから起こることが正しい。この左右の逆転は通常の解剖図や解剖の教科書は右手が書かれることが通例なので、レンブラントが 右腕の解剖図を見て、それを左手に当てはめてしまった可能性が考えられる。死体の顔には一部影がかかっている。これはアンブラモーティスと呼ばれ、レンブラントがしばしば使用した技術である。絵には左上の隅にサインがあり、レンブラント F1632 と書かれている。これはレンブラントが自分の名を絵に署名した最初の例であり、イニシアルのみのサイン。 RHL とは対照的である。彼の芸術的評価が高まってきていた証であろう。その他、デーマン博士の解剖学講義という作品の存在もあったがこちらは火災により現在は残っているのは絵のごく一部のみである。しかし、レンブラントの残したラフが存在し、消失した絵の全体像を今でも知ることができる。アグニュークリニックはアメリカの画家、 トマス・エイキンズが1889年に同様の主題で描いた絵画である。この時は生徒を監修に生きた患者で行われた臨床月下手術であった。